北条司は、日本の男性漫画家、実業家。株式会社コアミックス設立者であり取締役、及び関連会社、ノーススターズ・ピクチャーズの取締役。福岡県小倉市出身。九州工業高校、九州産業大学芸術学部卒。トレードマークはサングラスで、公開されている写真や自画像のほぼ全てが着用した。 姿となっている。1980年に、週刊少年ジャンプ20号に掲載された、俺は男だ。でデビューし、翌1981年より開始された、キャッツ・アイで連載デビュー。主に、週刊少年ジャンプをはじめとした、集英社の雑誌で活躍。その後2000年に、堀江信彦らと共にコアミックスを設立し、同社が編集を行う雑誌に、 活動の場を映している。代表作に、キャッツ、アイ、シティハンターなど。建設会社勤務の父親と、専業主婦の母親の間の次男として、1959年、福岡県小倉市に生まれ、小学校からは、北九州市内の八幡で過ごす。私立泉大小学校。 私立高研中学校、私立九州工業高校、九州産業大学と進学し、高校までを北九州市内で漫画家として上京するまでを福岡県内で過ごす。物心ついた時にはすでに絵を描くことが好きで、北条の母の証言によると幼稚園時代には鏡に映った自分の手を熱心にスケッチするなどしていた。また、 兄がアニメキャラクター等を模写していたのに対して、北条は模写が苦手で、小さな頃からオリジナルの絵を描くことが多かったという。早生まれで体が小さかったこともあり、絵を描くことは、北条にとって周りにも誇れる唯一の自己表現手段となっていった。漫画を読むのも好きではあったが、テレビの方により夢中になっており、 特に漫画に強い思い入れがあったわけではなかった。初めて小回りのある漫画を描いたのは小学校1年生の時であったが、これはウルトラ Q よりも面白い漫画があるという人にホラーを吹いたことをごまかすためのものであった。このように幼少時から絵を描き続けていた北条であったが、小学2年生の時に担任の教師から、 子供らしい絵を描けなどと絵をけなされる事件が起きる。北条にとって唯一の表現手段であった絵をけなされるは自分を全否定されることに近く、この事件が強いトラウマとなって、絵を描くことが嫌いになり、目立つことを恐れるくらい少年となってしまう。以降、北条は小説を大量に読むようになり、特に中学時代は SF 小説を読み漁る生活を送る。 また学校推薦映画となっていた、ひまわりを見て、衝撃を受け、様々な映画を見るようになる。ただし金がかかるので、映画館で見られるのは月一回程度であり、もっぱらテレビの洋画劇場で放映されたものを見ていた。中学三年の時に、漫画家を目指す友人ができる。彼がペンを使い本格的に執筆していることに、影響を受け、北条も、 本格的な執筆を始めるようになった。この友人とは別の高校に進学するも交流は続き、彼の呼びかけから漫画の同好会にも参加する。男女織り混ぜた6人で共同の漫画執筆も始めたが未完に終わっており、この時の体験から自分に毎週漫画を描く漫画家生活は無理だと当時は思っていた。その後、賞金を目当てに、 漫画の投稿を始め、金がなくなると新作を描いては投稿するという生活を始める。当初はジャンルを問わずに投稿をしていたが、努力賞でわずかな賞金しかもらえなかったことから、少女漫画への投稿はやめている。一方で読者としては時折目についたものを読む程度であり、週刊誌を買うようなことはせず、引き続き映画と小説の方により、興味を持っていた。 高校を卒業後、福岡市内の九州産業大学へと進学し、下宿生活を始める。大学では、芸術学部デザイン学科に進んで広告デザインを学び、映画関係の仕事がしたいと考えていた。漫画は引き続き賞金目当ての投稿を続けており、喫茶店に通うようになったことから、漫画もよく読むようになった。金のない下宿生活の中で、 手塚賞の賞金が100万円であることを知り、応募を決める。それまでは、手塚賞の存在を知りながらも、週刊少年ジャンプ主催であることを知らず、同志を読んだこともなかった。ちょうどネームも描かずに1日1ページずつぐらいでなんと、なく、描きためていた作品があったことから十一ページに、まとめて投稿。この作品、スペースエンジェルが準入選となって、 賞金20万円を手にし、入社1年目だった、堀江信彦が、担当編集に就く。その後描けば、金になるとの理由から催促されるままに3編の、読み切りを描き、その中の、俺は男だ。が、WJ に掲載されて在学中にデビューを果たす。大学を卒業するも、漫画を描いて、就職活動をしていなかったことから、 とりあえずとして漫画家になることとする。ただし、北条は当初、地方でコツコツと短編を発表するような地味な漫画家でいいと考えており、連載や状況の意思はなかった。しかし、読み切りとして描いたキャッツ・アイが好評であったことから、ホリエは北条の知らぬところで同作を連載会議にかけ、連載を決定してしまう。そして、 連載が決まり、アパートも用意したから二日後に上京して来いと連絡を受けて、半ば強引に上京させられ、あっという間に、北条は連載生活へと入っていく。当時の北条は慣れぬ連載には、様々な面で苦労をし、連載終了後に、本作の連載自体が漫画の練習であったことや、本作の印象としては、苦い思い出しかないことを語っている。 同作は4年にわたり、連載が続けられ、アニメ化されるほどのヒットを収める。CE の連載中の1983年に、第11回愛読者賞用の読み切りとして、シティハンター、x y g マイナスを描き、愛読者賞を獲得する。同作は、CE の神谷正人を、主人公に、とのコンセプトで誕生したサイバのデビュー作であり、 1985年の CE 終了の同年には同作を元とした連載、シティハンターを開始する。前作に続き CH もアニメ化され、6年以上にわたって連載が継続される代表作となる。しかし、連載の終了は4週間前に通告されるという突然なものであった。このことは、 工場に描ききっていないという強い思いを与え、後のリメイク作品、エンジェル・ハートが誕生する原因となる。CH 終了後はアクションに対する疲れから、植物との交流を描いた、木漏れ日の下で、担当の求めに応じて、再びアクションを描いた、ラッシュを連載するもいずれも短命に終わる。この時期は、修営者との関係等から漫画を描くことがつまらなく、なり、 漫画家を辞めることも本気で考えていた。その後、性別逆転夫婦を描いた F コンポ、週刊少年ジャンプで連載するつもりで企画するが、少年誌では難しいとの判断から前年に相関された青年誌、漫画オールマンへと移籍する。4年にわたって連載された同作は、この作品を描いても楽しめないようだったら、 廃業しようとの思いで始められたリハビリのような作品であり、この成功により北条は一生漫画家としてやっていく自信をつける。F コンポの連載を続ける中、2000年には、堀江信彦、原哲夫、自原隆二、神谷明、根岸忠タダと共に、株式会社コアミックスを設立。翌年、 同社編集の新雑誌を創刊する準備に忙しくなったことから F コンポの連載を終了する。そして2001年5月に週刊コミックバンチを創刊し創刊号よりエンジェルハートの連載を開始する。2004年にはコアミックスの関連会社として著作権管理等を業務として設立された株式会社ノーススターズピクチャーズの取締役に就任している。 2010年のコアミックスと新庁舎の契約満了に伴い、週刊コミックバンチは休刊となり、コアミックスは NSP と特馬書店と共に後継紙の一つとなる月刊コミックゼノンを創刊する。これに伴い、AH はエンジェルハートセカンドシーズンに会題の上でゼノンに移籍し、2017年7月号まで連載した。 掲載紙の記載がないものは、週刊少年ジャンプに掲載。CE と CH の成功により、美女とアクションが代名詞のようにされていたが、北条本人としては、少年誌に求められるものとして、アクションっぽいものを取り入れてはいたもののあくまで、登場人物の心の流れをメインに描いており、こうした評価は不本意で、アクション作家のつもりはないと述べている。 CH の次となる連載作品、こもれ日の下で、は、こうした評価に対する反発として、美女とアクションを徹底的に排したものとして始められている。北条が自身で意識して描いたのは、F コンポが最初ではあるが、天使の贈り物、ファミリープロット、少女の季節サマードリームマイナスとそれ以前の作品でも、 家族関係が主題となっている作品は多く、友人より、北条の作品の根底的なテーマは、家族愛であるとの指摘を受けている。上述の通り、美女が代名詞となるようにその画力は高く、二階堂霊とは、絵が素晴らしく綺麗であり、セクシーな女性を描くのが得意であり、夜の描写が美しいとその画力を評価している。なお2000年に行われたインタビューでは、見出しに、 美女の顔は皆同じとされ、北条自身も美女については顔の描き分けは全然していないと語っている。北条によれば読者の求める北条美人から外れないようにあえてそういった手法をとっているとのことである。連載作品、読み切り作品、漫画単行本、オリジナル、再出版、単編集、イラスト集ガイドブック2010年に 北条のデビュー30周年を記念し、北条のキャラクターを他の漫画家が描くトリビュートピンナップ企画が週刊コミックバンチで2度行われた。同年のバンチ休刊後に後継史となった月刊コミックゼノインでは新たなトリビュートイラストとバンチでの企画文のダイジェスト版を収録した北条氏30周年記念特製画集が付録とされた。以下、 この企画で寄稿した漫画家を列挙する。ありがとうございます。